女子プロに挑戦。はい、皆さんこんにちは、なふきです。今日はこちら千葉いすみゴルフクラブに来ております。さあ、新しい企画始まりましたね。はい、まあ、ありがたいことに最近女子プロの方々にも出ていただいておりまして、でもやってますよね、そうやって。そうです、対決は一応してはいるんですけど、うん、はい、まあ、やるからにはやっぱいつか勝ちたいじゃないですか。女子プロの方に無理ですよそれは無理です。もちろんハンデとかいただいたりはしてもんですけど、はい、いろんなプロの方に挑戦しながら、うん、いつか勝つまで頑張ろうっていうのをちゃんとやっていきたいなっていう感じでございます。確かに私の成長もちゃんと追っていこうっていうことですね、はい、なんでそれこそ今日に関して言うと、はい、うん、一応どうします、ティーとかは。いや、今日は初回なのでもちろんいつも通りなんかレディースティーとかって勝手に思ってましたが、はい、なんでちょっと今日に関して言うと、はい、レディースティーとあとあのエブリワンの判定は、はい、一応後でプロの方には聞きますけど、はい、まあ、一応それでやらせていただこうとは思ってはいますが、ありがとうございます。なんで今後ね、そのハンデとかもどんどん変えていきたいと思ってます。なるほど、はい、ただノーハンデで勝つのは難しくても、はい、でもいい戦いまでできたらそれはそれですごいじゃないですか、うんうん、そうですね。そうなんでそのね、いつか勝てるようにっていう気持ちだけでも違うと思うんで、はい、まあ、そんな感じで新しく女子プロに挑戦というシリーズをね、うん、はい、やっていきたいと思います。ということでこちら記念すべき第1回お呼びしたいと思います。この方です、どうぞよろしくお願いします。お願いします。渋沢リエルプロです。イエーイ、お願いしますいや、あんまり YouTube とかね、YouTube はそうですね、時松さんの出たことあるくらいですね。だから超レアですよ。で、私は1回なんかお仕事とかね、はい、会社させてもらって、でも2人で多分話したりしてるだけですもんね。そうなんですよね、ゴルフ実際並木さんの見たことなくて、お互い見たことないっていう、生で。いやいやいやハードル上がりますよね今日さっき言ってた通り、うん、一応女子プロに挑戦ということで、はい、一応です、対決っていうフォーマットにはなってます、はい、ですが、ユサリールプロの、まあ、いろいろ素だったりとか、はい、これ いつもどうしてるのかなとか、うん、そういうところをいっぱい聞きたいなって。ぜひお願いします。お願いします。だから楽しくやりましょうね。ハンデに関しては、はい、さっきので大丈夫ですか。一応今、まあ、レディースティーとエブリワンのハンデっていうのをいただこうと思ってるんですけど、はい、なんか、まあ、イメージはあんま湧かないですけど多分今やってみてって感じそうですよね、全然大丈夫だと思う。見たことないから、はい、確かに多分レベルも全然ね、なんかこうお話は聞きますけどだんだんでも最近、ね、結構ベストも更新してるって聞いたんで、がっつり頑張んなきゃなって思ってますでも優しいんでくれました、ハンデも、はい、ということでいいですか。はい、もちろんです。すいません。なんで一応対決しながら、はい、いろんな話をしていけたらと思います。はい、はい、あのあといいプレーをね、そうですね、多分視聴者の方は期待してると思うんで、うん、その辺も楽しみにしながら見ていただければと思います。はい、じゃあ楽しみながら見ていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。54ヤードのパフォです。で、今日プロはバックティーで回ってます、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。しますごい、しょ、うん、よいしょ、出ます。おお、ど真ん中です。お見事、ありがとうございますナイス、うん、とりあえずさすがですね。よかったです。さすがです。で、今日レディースティーというか、まあ、前のティーですね、フロントティー、はい、がなんかこの緑色です。はい、私が285ヤードです、うん、もう狙いはリエルちゃんのフォークで、よいしょ、お願いします。お願いします。うん、ナイスショー。ちょっと大丈夫かな。いや、全然いいとこだと思います。ナイス、セーフ、ありがとうございますよっしゃ、よかったですね。じゃあせっかくなんでいっぱいいろんなこと聞いていこうかな、はい、そもそもまずリエルちゃんは、はい、あ、リエルちゃんって呼びますけど、この動画では皆さん、はい、認識お願いしますねえ、まあ、リエルちゃんは今ゴルフの、まあ、試合とかも出られてると思うんですけど、はい、一日のスケジュールみたいなのは、一日のスケジュール、試合の期間ですかね、うん、試合の期間は結構ステップアップ、結構日程が、うん、日程というか曜日がバラバラで、週末に試合があるわけじゃないんですけど、うん、1日ラウンドの日は、うん、まあ、大体8時とか8時半ぐらいから、
ラウンドし始めて、そこから練習してラウンド、練習ラウンドしてラウンド待って練習して、はい、そうですね。そこからなんかケア、結構体のケアは頻繁に入れるようにしてますね。そうなんですか。はい、ただ1個目の質問が、はい、スケジュールって結構やばいですよね。すいません、ごめんなさい。結構難題でした。確かに唐突でしたよね。だいたい 4,5 ホール目のスケジュール質問かなったけど、すいません、なんかいきます。うわ、右出た、まずい。あー、超えましたね、うん、ラッキーです。超えました。ギリギリ攻めますね、私。お見事だ。あー、ちょっと短かった。ショートですけど、ナイスです。ありがとうございます。うん、エリーズちゃんの中で得意分野は、はい、分野というか、まあ、得意クラブ得意クラブはでもショットは結構全体的に得意です。得意ですね。ドライバーがでもその中でも得意です。あんまりこう曲がんなくて、確かに。で、1ホール目で言ってると結構自分でプレッシャーなんですけど、はい。わー、なるほど。でも一応ちゃんと頑張って勝ってくださいね、一応。そうですね。そう、勝たないとハンデとかがどんどん更新されていかないんで。確かに。うん、前。ゴー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 。ナイスオンです。ありがとうございます。優しい。めちゃくちゃ笑顔でナイスオンって言ってください。いや、でも結構微妙なライからだったからね。うん、ちょっと足元も難しかったです。そんなんだった。どうですか、ラインの方は。ラインはちょっとフックラインで上りなんで、ちょっとしっかりめにカップ右に打ちます。はい、お、切れない、逆行きましたね、最後。え、ちょっと全然私読めなくなっちゃった。ちょっとじゃあまっすぐってみるか、うん、わかんないから。でも上りは上りだ。いきます。お、しっかり打ちすぎか。いや、打ちすぎですね。しっかり打ちましたね。多分ちょいすら、いや、でもどう、なんか曲がらなさそうだけど。よし、全然入んないけど、やばい。次もう一回私です、多分。はい、すいません。ナイスです。ありがとうございます。ダボです。うん、ナイスインです。はい、お見事。ナイスパーです。ナイスパーです。ありがとうございます。で、ワンナップですね。はい、はい。じゃ続いて2番、あ、どうぞどうぞ。2番ホール356ヤードのパフォです。おー、ナイショ。ありがとうございます。わ、ちょっと結構いっちゃったかも。飛びすぎたかもしれないですね。うそ、ちょっと飛びすぎてね、右のバンカーかもっていう。ちょっとじゃあ皆さん、あの、ここ2ホール目なんですが、すいません、私がリエルちゃんのことをたくさん知ってる前提で、さっき第一の質問、スケジュールなんですかって聞いちゃったんですけど、はい、ちょっとびっくりした。そう、視聴者の皆さん置いていっちゃったんで、もう一回。渋沢リエルプロです。そして、あの、何歳ですか。今は21歳ですね。 21! はい、若っ。今年21の年ですか。今年22です。2000年ですね。やばい、1990年じゃないんだ、2000年だもん。あ、1990、そうですね、確かに。あ、全然違う、やば。プロはいつから。プロは2019年かな。高校卒業って18ですよね、うん、だから18歳で受かって、その次の年からツアーだから。すごっ、めちゃくちゃ、めちゃめちゃすごいですよ。エリートコースってやつですね。いや、超エリートですよ。そうですよね、うん、プロゴルファーのエリートコース。それこそ今日もこの後フライトがあるっていう。あ、そうです。めちゃくちゃすごいスケジュール。めちゃめちゃありがたいっていう。お忙しい、はい、お忙しい中ね、来てくださってますよね。いやいやいや、試合前に会えたから、なんかうまくいきそうな気がしますよ。嬉しい、そんなこと言ってもらえて。287ヤードです。白旗方向でいきます。おー、うん、ナイスショー。あ、これ良かったかも。
めっちゃいい球じゃないですか。陽気です。あらららありがとうございます。結構力強い球出ましたね。なんか力強くなったかもしれない最近わかんないですけどでもなんか前会った時よりもどうなんですか、うん、なんか変えてることとかあるんですか。変えてることは、うん、前回はいつ会いましたかね。すみません。あのロケの時。冬ですかね。冬かも。あの時よりはちょっとこう飛距離アップのためにやっぱ鍛えましたよね。ですね。ちょっと思ったんですよ。なんかそれはちょっとね女性なんであんまりこう言うのもあれかなと思ったんですけど。うんうん、ちょっとこう下半身とか鍛えて。さすが。やっぱ1年間去年やってちょっとこう疲れ度とか。なんかこう飛距離がだんだん落ちていくとかいろいろあって。じゃあ食事制限とかするんですか。制限は逆にあんまなくて、なんか逆にこういろいろこれで食べた方がいいとか、もっと食べた方がいいとかはあります。朝ごはんもでもやっぱ自分なんかお腹いっぱいだから。そうですよね。食べたくないけど食べなきゃいけなかったりとかは結構あったりします。あーじゃあまあ、でも私的にはちょっとねあのリエルちゃんの見たいですけどね。バンカーショット、バンカーショットちょっとグリーンの奥がなんかダメそうな気が。なんかそうですね、行き過ぎちゃうと見た目でいや、うまっ。ゴーゴーゴー。あら、ちょっとちっちゃいですね。惜しい惜しい。ちょっとミスヒットでしたね。ちょっとだけ。あ、そうなんですね。あ、うん、左引っ掛けた。やばい。ストップ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 。お、バンカーの奥かな。ちょっと。うん、奥ですかね、うん。バンカー入んなかったですかね。入んなかったと思います。まあラッキーなのかどうなのか。うん、ございます。ナイスです。どうしよう。でもちょっと多分こうスライスになる気はするから、うん、ピンより左目に落としたくて、むず。ちょっと3度で、58度でいきます。うまく。お、うまい。ストップ。ストップ。うまい。めっちゃうまい。ナイスです。めっちゃうまい。やるやん自分。めっちゃうまいです。ナイスです。ありがとうございます。結構いいスピンかかってまして、うん、本当ですか、うん、プロにやりました。ありがとうございます嬉しい。逆にこれが一応バーディーパット扱いなんで、そうか、これ入れたらだいぶ。あ、無理なんだからね。そうだ、そうです。やった。上りん一応ゆっくり見てくださいねむしろ下りか。あ、こっちから見たら下りかも。下りフック。ちょっと私ね、読めないですよあんま得意じゃないですよ、読むの。それこそ、まあ、対決ですけど、もしね、あの、うん、ちょっと言うのがあれば。あ、そうですね。まあ、ぜひ聞く分には、まあ、いいですか、うん、LINE 聞いていいの。 LINE というか、まあ、その、なんかね、どう読んでますかとか、その全体ケース苦手なんですけどとかっていうのは、ボソッとプロは教えてくれるかもしれないんで。あ、本当ですか。じゃあ聞きます。でも負けてたらね、その危ない時は教えなくていいんで絶対私はこうなんとなくこう入ってくるときに花道からこう見て、こうどっちが低いかとか、そしたらこう4方向から決まるじゃないですか。こっちフックフックスライススライスとか、そんな感じでぼやーって見て、距離はこう下からこう低い部分、こう上高くてこっち低かったらこっちから見て、そうすると結構ここがこっち下がってるなとかなんとなく見えると思うんで。下りだなっていうのと、あとは後ろ回って、まあ、下りなんで、うん、あんまりこう強く打てない分、うんうん、でも結構これこっちから傾斜が強いから、ちょっとフックじゃ多めに見ようとか、ね、そう、多めに見て、ね、最後にこう落ちてくる感じをこうなんとか自分でこうデデデデデってイメージしてデデデデデって言ってめっちゃイメージします。デデデデデって。なるほど。リエルちゃんそうやって読むってことですね。です。はい。これ大事。弱いわ、うん、まあ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 、でもでもでも、うん、よきよき。ナイスタッチです。すいません、じゃあお先します。はい、お願いします。うん、でもナイスボギーですね。パーですね。ありがとうございます。なんでパー扱いです。そっか、パー扱いになりました。だいたい、まあ、平らのフックですね、はい、平らのフック、はい、
お見事、ナイスパーです。読み通りでした。ここはいいパーですね、今のはね。ナイスパーです、ありがとうございます。対決ですからね。そう、ここからって結局ここはドローです、はい。めちゃめちゃどんだけ優しいんだっていう。いや本当ですよ、相手に案内ラインを教えてくれるっていう。そう、めちゃ丁寧に教えてくださって、3番ホール174ヤードのパー3です。右に行ってる。ステイ。 あ、大丈夫、うん、入ってません。手前ですね、はい、大丈夫です、うん、なんか大きい気もするけど、いや、でも大丈夫です、きっと。前のバンカーも気になるし。いきます。よいしょ。どうだろう、ゴー。うわー、うわー、うん、やった、ありがとうございます、よかったです。うわー、ナイスオン。めちゃめちゃうまい。あれ、今日調子はいいかも。頑張らないと、ね、マネージャーさんも同行してます。誰だろうって。大丈夫ですか。大丈夫です。絶対誰だろうってね。決めてきました。使わなきゃいけないから、ね、からね。まんざらでもない感じで来て、ちゃんとしっかり、いつもちょっと、はい、もうちょっとですね。そうなんですか。今日ハードめですか。今日ハードめ、はい、じゃあ今日映ることを想定されてありがとうございます。やってました、ね、ここは私がチャンスなので。いや、そうです、こう、はい、入ったらホールインワン扱いですね。エブリワンも1 さっきからめっちゃ気になってたんですけど、これ誰ですか。これクイズが板目くんです。板目くん、板目くんで誰ですか。なんかね、日霊のキャラクターらしくて、日霊レディース出た時に売ってたんですよ。あ、1000円ぐらいかな、好きなんですね。買っちゃいました。なんか一回、なんか趣味が違う、これですね、このアマチュアの頃に、はい、あの出た時に、はい、これをなんか参加賞でもらってめっちゃ可愛いと思って使ってたんですよ。その日なくしちゃって試合で、うん、はい、でもゴルフ場の人にもそのなんか探してくださいみたいな言ったんですけど、見つからなくて、なんか1年越しの、1年越しのカエル顔みたいな。カエルが好きなんですよ。あ、そう、カエルが好きなんですよ。カエル好きなんですか。うん、トカゲとか。ね、なんか意外すぎる。で、じゃゴルフ場とか最高です。そういう意味で最高って回します。意外、ギャップありすぎてちょっとビビる。おお、うまい。うん、ナイスです。ありがとうございます。お見事。さっきのね、はい、さっきのリエルちゃんのじっくり読み方を真似します。なんかどこ見て、どこ見て。でもこれ結構難しいですね、まあ、低いとこが、うん、でもこうでこうでこう、まあ、大きなグリーンだとなかなか難しいですよね、うん、こっちの方が高く見えません、まあ、全体傾斜を見てっていう感じですね。でもなんかそれ判断で迷った時って、はい、大体多分あんまりこう高さが変わらないイコールあんま切れないってことになるんで、うん、あ、そういうことか。そういう時はなるべくこのなんだろう、こうラインの近く周り、うん、はい、こうですね、だからスライス。いい、綺麗、うん、ナイスパット。ナイスですね、もう、うん、ありがとうございます。これは嬉しい、お先します。ナイスパー、はい、ナイスパーです。ありがとうございます。なんでここはこれ大事、実質バーディーだったの、はい、実質バーディーだったです。なんで一応これは練習なので全然打っていただいて、プロのやつは、うん、あ、これですね、はい、そっかそっか、負けなんだ。そう、もう実はもうこれで。そうです。どこ出身ですか。うん、うまい。よしよし、ナイスです。いい練習になりました。うん、ナイスパットです。ありがとうございます。うまい。なんでオールスクエアですね。オールスクエアに戻りました。いい勝負です。はい、で、これが1本目終わり。はい、これで一応1本目が終わりです。次の多分4から6でまたね、違う話だったりこの続きが決めれると思うんで、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。